キングストン駅はアメリカ合衆国ロードアイランド州ウェストキングストンレールロードアベニュー1にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている駅1875年高床に改築されたホーム2016年9月キングストン駅は1875年以来サウス郡地域の人々が利用してきたニューヨークプロビデンス ボストン鉄道が建設した駅舎は深刻な火災から生き残った。20世紀半ばまでに国の交通政策は自家用車やジェット機のためのインフラに投資する政策に移行した。アメリカ北東部の鉄道各社は軌道改良、車両更新、旧駅の維持などで競争力を維持しようと試みたが、1960年代には悲惨な状態になった。当駅もまた荒廃した。 この状況を改善するために、1973年、ロードアイランド大学教授他が率いる地域住民が、ボランティアグループ、キングストン駅友の会を結成し、駅舎の再塗装を行った。友の会は、国家歴史登録財に登録されるよう働きかけ、当駅は1978年に国家歴史登録財として登録された。再塗装が完了した時、 友の会は解散したが、1988年12月に、当駅は火災に遭い大きく損傷したのを契機20年後、再結成した。友の会は建物を壊す代わりに、より快適に乗客が利用できるように完全な修復を提唱した。幸いにも、1991年、高速道路以外の様々なプロジェクトのために、連邦交通機関の資金を開放した。 陸上交通効率化法の米国議会の審査に通った。ロードアイランド州は1990年代初めに駅と隣接する土地と合わせ300万ドルをかけた複数年にわたる改修工事を施行した。連邦高速道路局を通じて付与されたアイスティオ資金は地方債を通じて得られた残額とともに費用の約80%をカバーした。 2000年に予定されている高速運行のため、ロードアイランド州運輸省は、乗客の安全を確保するために駅舎を、軌道から約4.6メートル後ろに移設させ、将来予定されている高床プラットフォームへの改築に対応するために、約91センチ高を上した。この事業は1998年に完成した。2005年にアムトラックは、乗客が、 ホームを容易に移動することを可能にする古戦橋を建設した。同年、ロードアイランド州運輸省は、連邦高速道路局の交通改善プログラムを通じて、連邦政府の資金援助で16万ドルを受領した。この資金は、東駅とウェスタリー駅での維持管理に使用され、東駅駅舎は、再塗装され、上屋の漏水も補修された。2009年アメリカ復興。 斉藤司法に基づき、ロードアイランド州運輸省はさらなる屋根修繕に取り組むために30万ドルを得た。2011年夏、連邦鉄道局は、キングストン駅の軌道増設とプラットフォーム改善事業のために、州政府に2500万ドルの高速都市間、旅客鉄道補助金を助成を決定した。事前調査と環境分析のために120万ドルの助成金があった。 設計終了後、ロードアイランド運輸省とアムトラックは2015年6月に4100万ドルをかけて事業を開始した。3本目の軌道の付設して、ホームを低床ホームから高床ホームに改築し、スロープや可動式リフトを使わずに列車に簡単に乗り降りできるようになる。事業の完成は2017年の夏を予定している。アムトラックの停車する列車は下記の通り、 当駅から乗車できるバスは以下の通り、ありがとうございます。